せいたしました。ビビンバです。はい、どうぞ。こちらビビンバのタレとごま油になります。お好みでかけて召し上がってください。サラダ食べますか？え、サラダ食べないんですか？はい。え、そうなんですか？あ、そうですか。じゃあ、いただきます。あ、置いといていただければ。ぜひ健康になってください。自分は何者か。俳優鈴鹿央士は絶えず考えている。怒りベースのやる気より、僕なんか愛がベースのやる気だと自分で思ってたんですけど、僕多分怒りベースのやる気のタイプで、同世代の人と喋って、あ、自分怒ってるのかなっていうのに気がつきましたね。23歳の飾らない素顔、ちょっと芸能人っぽく、ローカルボイラシティ、そう、なるわけや、楽しいよ。取材は爆発的にヒットしたドラマサイレントのクランクアップ直後から始まった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうやら本人にも強烈な体験だったようだ。終わっちゃった。悲しい。楽しかったです。本当に辛かったですけど一回寝込んだんですよ、なんか。あ、そうなんですか。はい、きっぱりこう、きっぱりというか、ちゃんと恋人役の人と別れたっていうタイミングで、うん、その輪が取り終わった日に家帰ったら、もう14時間くらいずっと寝込んでて、ちょっと熱も出て、こんなの初めてで、役より鈴鹿央士本人の方が引きずりました。その失恋というか。なるほど。面白いなって。今ってなんかその、なんかどういう位置というか、どういうところに来ているなっていう感覚がありますか？成長期ですね、今。成長期、うん、でずっとこう感覚でやってたものが、満島真之介さんとか竹内涼真さんとか綾野剛さんとか、すごい先輩たちとたくさん出会って、なんか言葉にする術を少しずつ身につけてきてて、言葉とか文字にしてっていうので押し上げてる時期なので、あれ、あった。気前よく見せてくれたのは、肌身離さず持ち歩いているというノート。確か買ったスケジュールだったりとか、なんかやべ、これちょっとお金のあれが、お金の計算もします。お金の計算も、あ、そうなんだ。します。あ、別に役に関係することだけじゃなくて、メモ帳、メモ帳ですね、いわゆる。あ、これ六本木クラスの、なんか樹形図。これでも本当に1話の、なんか子犬とか、これも監督さんから言われたことで、子犬っぽいとか、まあ葵のことが好きっていうのは大事ですけど、なんか
結構葵に攻められてる、叩かれたりとかしても、うん、M ではない、なんかこんななんかもう言われたことをバーって書いたりとか、うん、薄いですけど薄いですね。これ六本木クラスで自分のセリフを全部書き出してるやつです。分かんなくて、はい、その役のめっちゃ薄いですね、なんか今思うとなんでそんな薄いんですか。シャーペンで書いたんですよね。すごい薄い。お金を計算してます。電気代とガス代と年金保険、都民税、水道って書いてます。ちゃんとしてますね。はい、意外となんか意外と真面目なんだねってよく言われます。え、何にどれぐらいお金がかかってるかをちゃんと把握しておきたいということですか。はい。怖い。